はい、皆さんこんにちは。こちら大阪ナンバー日本橋電気街に来ております。こちらガンダムですね。上新のキッズランド、上新のガンダムの看板前からお届けいたしておりますが、本日から緊急事態宣言が解除になりました。それにしてもですね、まあ、この電気街なんであんまり影響はないんですが、飲食店ですよね、そういうのに影響はあるのは。まあ、とにかくね、クソ暑いです。今日は本当に暑い。このクソ暑い中でマスクをしながら、もう歩くだけでフラフラですね。もう本当皆さん水分補給をしっかりとってください。こういう感じで今現在は街の状態でございます。まあ、平日も月曜日の、まあ、3時ぐらいでもありますので、やはりこれぐらい空いてるなという形でございます。いやー、それにしても暑いですね。なんか梅雨入っててもこの暑さっていう形で、一体東京オリンピックは本当にやるんでしょうかね。もう心配になりますが、心配というかもうはっきり言っても自分的にはちょっとやってもらいたくないっていうのがもう本音ですね。もうアスリートの皆様には本当にもうかわいそうとしか言いようがありません。はい、それでは現場から以上となります。それでは失礼いたします。ガンダム前からお届けいたしました。